ち上げた打球ライトの前、杉本。この打球ですね、普段は野手がバッティング練習をしているので、ピッチャーがマウンドを使うことはないんですけど、体を追い込んで大きなカーブ、バットの先ファーストへトスしてショートゴロになりました。6-4-3と渡ってダブルプレー。打球はレフトの前、ほぼ定位置か、はい、投球が思いのほか変化するものですから、はい、なんかびっくりしたっていう顔と大きなスライダー、これが山岡の武器です。ツーアウト、空振り、バットが出ませんでした。ワンアウト、ストライク、外いっぱい、角中は見送りました。バットの先、弱い打球になりました。ショート紅林、一塁アウト、センターへ、センターの前、追いついている。打球はレフトの前、突っ込んできた。意識はしますよね。バットが出ない。キャタリー量産する本来の姿になっている荻野。詰まった打球、ファースト一二塁間、セカンド足立が追いつきます。ショートライナーに入りましたから、安田の打球、左中間、足が止まりました。レフト、バットの先、サード胸というところで大きな部分ですよね。セカンド正面のゴロになりました。スリーアウト、まあ、そういうものをファームでこう感覚つかみながらこうやってきてですね、まあ、一つこう1イニングアウトを取れた。打たれたヒットも3本だけ、ここも詰まらせてのファーストフライ。詰まった打球になりました。ショート紅林、スリーアウト。バファローズ先発の山岡、8回までマリンズ打線に点を許していません。バットの先、ピッチャーゴロになりました。一塁転送、ダブルプレー。投球するのが楽しそうに、マストゴロになった。ベースカバーピッチャー山岡入って試合終了。バファローズ先発の山岡、見事な完封です。